こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。もはや、日本の潜水艦技術と中国の潜水艦技術は異次元となりつつある。日本は、静粛性という最大にして、最高の武器を持っている。反して、中国の潜水艦は、通常動力型潜水艦では爆音。原子力潜水艦に関しても騒音。すべてにおいて秀でている、海上自衛隊潜水艦。中国潜水艦は、探してくれと言っているようなもので、見つけるのも簡単。どこに潜んでいるのかもすぐにわかる。日本海域に侵入しようものならすぐに防衛任務に入る。海底で何が起きているのかわからないにしてもすぐさま防衛任務に移すことが可能。もっとも敵にしたくないだろう。では、こんな話があった。中国原子力潜水艦の気になる話をしていこう。少し前の話だが、2018年の年初に発生したのが、中国海軍の攻撃型原子力潜水艦、昇九と思しき艦艇が尖閣諸島近海で、海面へと浮上し、中国国旗を掲揚したという不可解な行動だ。中国海軍を擁護する見解としては、尖閣諸島は中国の領土であると。誇示するために、この昇九原子力潜水艦はこうした行動を実施したのだと強弁する意見も見られたが、軍事的にはナンセンスだろう。中国海軍のこの昇九原子力潜水艦に限らず、現在の潜水艦は敵に自らの位置を捕捉されない秘匿性の保持が最大の存在前提であり、そうでなければ任務の遂行は成し得ない。現在の潜水艦を大別した場合、その用途によって今回の昇九のような戦術的な攻撃型潜水艦と潜水艦搭載型の弾道ミサイルを搭載した戦略型潜水艦に分かれるが、いずれも同様だと言える。なぜなら、敵からの攻撃に対する防御力が高いと言い難い潜水艦は、その位置を特定されてしまえば、水中に潜む優位性を失い、敵からの攻撃で容易に行動を封じ込められてしまうからだ。こうした状況証拠から、香港のマスコミ市場でも、海上自衛隊に位置を把握された昇九潜水艦は、それと気づかず、尖閣諸島近海へと侵入したものの、必要な追尾に浮上せざるを得なくなったと指摘された。昇九原子力潜水艦は、全長107メートル、幅11メートル。排水量6000〜7000トンの規模となっており、2006年頃から収益を始めた間で、現状2隻、最大で6隻まで建造の予定だと召されている。昇九原子力潜水艦は、形式的には、093型原子力潜水艦に分類され、091型環球原子力潜水艦に続く中国海軍建造の国産2番目となる。
攻撃型原子力潜水艦として認識されている艦だ。 3.4 番艦において小級原子力潜水艦は全長等を若干延長し騒音を抑えた改良型になっており、続く 5.6 番艦でもさらなる改良が施されバージョンアップしていると予想されている。さらに093型小級原子力潜水艦の後継型として、すでに095型原子力潜水艦の建造計画も進行しており、静粛性を高めたい地上攻撃用の兵装を充実させたこの新型艦が2020年前後には収益するとめされている。こうした新型の095型原子力潜水艦の収益が確認されるまでは、現状093型小級原子力潜水艦が中国海軍の最新鋭の攻撃型潜水艦とみて差し支えなさそうだが、今回の対象艦は改良型の 093A 型だったようだ。今回の行動が093型小級原子力潜水艦の実力だとすれば、日本側にとっては正直組みしやすい相手となるので、むしろありがたいとすら言える存在なのかもしれない。海上自衛隊の潜水艦探知能力は太平洋戦争後に当時のソ連の潜水艦を仮想敵として培われてきたものだが、さすがにこの分野で数では中国海軍に押されているものの、質では未だ凌駕していると言えそうだ。海上自衛隊は長年仮想敵国の潜水艦封じ込めに際して領海の海底にセンサー網を張り巡らしており、中国海軍の潜水艦を個艦単位で識別し、出航時からその動きを逐次追尾可能と見られている。これは音門と呼ばれる個艦ごとに潜水艦の音を識別する情報を保有しているためであり、日々の任務での収集活動に勤しむ中で蓄積されてきた日本の領海防衛の用といえる根幹の情報だ。今回の093型小級原子力潜水艦の件では、日本領海に侵入する危険性ありと見た海上航空利用自衛隊の艦船航空機が2日間にわたる追尾を行い、最終的には護衛艦がアクティブソナーで警告を発した。当然この追尾には海上自衛隊の潜水艦も加わっていたと考えられるが、こちらはその位置を特定されることを恐れて主体的な行動はせず、護衛艦のアクティブソナーに任せた状況だろう。こうした点からいざとなれば、海上自衛隊の潜水艦が該当の093型小級原子力潜水艦を撃沈してもおかしくなかったと主張する向きもあるようだが、いささか飛躍しすぎと言わざるを得ない。いかに中国海軍が挑発的行動をしてこようと、自衛隊が実際の武力行使に及ぶには政治的なハードルが高く、ましてや撃沈まで至るような事態はアメリカをも巻き込んだ高度な問題となるためだ。ことに
近年の紛争では、先進国の軍隊では、自軍の損耗を限りなくゼロに。抑えることが作戦行動の大原則であり、アメリカのイラク攻撃などに。見られるように、ワンサイドゲームの展開でしか発生しづらい。アメリカほどの圧倒的攻撃力をもってしても、国際的な非難に。さらされることは、できる限り避けたいと考えているのが実情であり、実際の武力行使にまで至ることは稀だからだ。もちろん、そうした状況は、中国でもある程度同様ではあるものの、南シナ海や台湾など中国が自国の領土だと主張する地域、つまり尖閣諸島もそれを口実に進出してくることは起こり得る。そうした事態の抑止力として今回の件は中国海軍に対して自衛隊の防御網を知らしめた、その気になれば撃沈されるかもしれないと思わせたことに非常に価値のある行動だろう。